リブザンセーヌは、フランス、ノルマンディ地域圏、セーヌマリティーム圏のコミューン。2016年1月1日、コミューン3つが合併して誕生した、コミューンルーベルである。ブクルドラセーヌノルマンド地域圏自然公園の一部で、ある。コードベックアンコー、サンイコールワンドリールイコールランソン、ビルキエの3つのコミューンが合併し再編され。 2015年12月7日の県例によって2016年1月1日にコミューンルーベルとして創設された。コミューンの庁舎所在地はコードベック暗号に固定されている。2020年のフランス地方自治体選挙まではコミューンルーベル議会は旧3コミューンのコミューン議会議員によって構成されている。コミューンルーベル議会の議長は2016年初頭に 選出された市長が議長を務めている。旧三コミューンは権限委任コミューンとなり、旧三コミューンの元市長は権限委任コミューンの市長代理となっている。ありがとうございます。